血液一滴で癌を検出。東芝、2020年から実証試験。本日、東芝が、東京医科大学及び国立研究開発法人、国立がん研究センター研究所との共同研究によって、血液一滴から13種類の癌を99%の精度で検出する技術を開発したと発表しました。こちら、2020年から 実証試験を進める予定とされておりまして、このがんの検出技術によって、一般的に行われている健康診断などの血液検査で、がんを早期に発見できるようになる見込みです。このような13種類のがんが検出でき、発見が 難しいとされる膵臓も検出できます。このがんなんですが日本人の死亡原因の1位となってしまっており生涯でがんになる確率は男性で62%女性で47%とされております。私も最近、友人を 癌でなくしておりますが、こういったがんは早期発見、早期治療で治せる病気でございます。現在こういった血液を使った検出技術だけではなくて、まあ、食事中の方は申し訳ないんですが、尿、おしっこから癌を検出する技術の開発も進んでおりますので、ぜひともこういった 日本の、日本人の国民病である、癌の早期発見、早期治療が実現できるように、東島などには今後も研究開発を続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。